それはつまみを旅する不思議なエレベーター。つまみエレベーター。CM に登場したメニューを実際に僕が作ってみます。さて、今夜のつまみは何でしょう。今回50回で食べていたのは極みスパイシーラムチョップ。では早速作っていきますか。ブラックペッパー、ジンジャー、ナツメグ、クミン、ガーリック、カイエンヌペッパー、シナモンを混ぜ合わせていきます。香りのスパイスと辛みのスパイスをミックスしていきます。お好みで量は変えても大丈夫です。辛いのがお好きな方はカイエンヌペッパーを多めにどうぞ。そして最後にシナモン。シナモンというのがちょっと意外な組み合わせですね。あーすごい香りが漂ってきた。ラム肉全体に塩をすり込んだら、先ほど作ったこのミックススパイスを吸い込んでいきます。まんべんなくね。これで1時間寝かせます。その間にソースを作っちゃいましょう。ケチャップ、ビネガー、ディジョンマスタード、ブラウンシュガー、ガーリックパウダー、クローブも入れます。フルーツもお好みで変えても大丈夫です。キウイやマンゴーなどでも。アメリカのバーベキューソースのイメージですね。マスタードを入れるとソースにとろみが出ます。うん、トマトの酸味とパイナップルの甘さがいい感じ。チキンやホットドッグにかけても絶対美味しいです。中火で油の面を2分半、ひっくり返して2分半ずつ焼いていきます。そして弱火にして肉の面を3分ずつ焼いていきます。うん、いい匂い。スパイスの匂いがすごいいいですね。アルミホイルで包んで10分ほど休ませます。最後に1分くらいまんべんなく全体を中火で焼いていきます。おお、綺麗。できた。ようやくこの至福の時間がやってきました。いただきます。うわー、嬉しいな。うん、おいしい。じゃあ念願のビールを失礼していただきます。あー、生きててよかった。美味しいな。